次のプロテト動画に残しててくれ。お願いします。マジでパズドラなんか新情報来たんや、ちょっと早く見たいな。ちょっとこのメンツ相手にやったらこれがいけるな。アマテラスすごいとね、マジで俺アマテラスの、アマテラス持ってんねんけど。アマテの分岐究極マジで。いや、底辺ランクやけど、俺もうそろそろ、俺ランク200超えたで、パズドラなんだかんだで。格闘中が化け物になったマジで。昨日格闘中。ホルスとか、へぇ、強化されたんや。ちょっとマジで新情報見ていくか。可愛いんだけど、フレシーセ、承認。すまん、ちょっと半分、この前まとめてやったんけど、ちょっと昨日、今日とちょっと夜できなかった。今日は放送終わったら、まずチャンネルの、掲示板の、フレンド登録全部やります。はい。すみません、ちょっと遅くなってしまう。あとなんかブロマガの方に一件だけコメントついてたんで、あれもちょっとやっておきます。アナザー歌ってくれっていう。チーズやめよう。レベル50で止める意味、まあステータスやろ。ステータスが綺麗やからじゃない。てかもう11時か、早いな。ゲームをそんな拾ってる？マイク変えたんですよね、最近。最近てかこの前。いや、ディルのニューアルバムマジ楽しみやねんな。なんか、ダイオウイカみたいなのがジャケットになってるやつでしょ？楽しみやな。いや、今のマイクって、ま、てか前のマイクがちょっとね、いろいろともう劣化しすぎててね、おかしかったんですよ、もう。いいマイクなんですけどね。あ、これスカーフ確定。スカーフ確定。守るはないね。メガホーン、ちょっと待って、メガホーン、バトン、ツルマイ、身代わり。一応ルビーを買う予定ですね。さあ、これ巻いてはもうこれはもう詰んだよ、これ正直言うけど。なんか、ちょっとまた、くしゃみしたから、ちょっとの、喉が、炎症始まった。やばい。ちょっと咳止まらなくなるか、マジで。また。ああ、やばい。
めっちゃ硬いな。一枚でこれか。いや、暴れるしか打つ技がないねん。で、攻撃ダウンやろ。クソやん。あ、でも逆にこれをしてくれた。あ、でもな。ってことは、負けたな、これ。自信ない。やっぱフリーやとちょっと立ち回り変わるな。カイロスとヘラは自信ないとガルトで積む。どういうこと？ああ、そういうことね。ちょっとランドロスがきついよな、これ。ランドロスがきついな。ロトミングか。ロトミングなら、こいつはちょっともうどうしようもないな。あ、マジで？まあ、ラムなんですけど、え、なんでそう来た？しかもこっちの方が早いんや、これ。振ってないな、このロドム。和光通です。明日テニスの試合なんで、向こう先生の応援が欲しいです。頑張ってください。僕、かつて、中学時代の話やねんけど、大会出たんですよ。まあ、地区の大会出て、で、いきなりから、シード級の上級生だったんけど、で、4本選手で、で、もうまだたくまに3本取られて、もう後がないって時に、俺、覚醒したんですよ。4本一気に取り返して、で、逆転勝ち。っていう、まあ、俺の武勇伝があんねんけど。あの時楽しかったな。あの時は、ね、本当にね、もう先輩にもちらほやされたし、周りみんなすごいやつみたいな感じだったよ。まあ、次の試合でストレス負けしたけどな。そこがあかんねんな、やっぱな。そこでも燃え尽きちゃったやろうな、俺。平気で嘘つくんだから、ほんまや、言うてんの。お前は俺の過去を何を知ってるの、お前。持久力言うかな、なんかミスがでも多かったな、相手な。まあ、俺の力でやったいうよりか、ほんとなんか相手のミスに助けられたっていう試合やったね、あれはね。相手多分カイロスに言うことはないっぽいな、これ。ちょっとテニスの話ですね。はい。
いや、俺はね、もともと足はめっちゃ速い。運動とか一切してないけど足はクソ速かった。小学3年生の時に、ほんまにだから、休憩時間とかもずっと、あ、マジで言わないであんねん。休憩時間とかもずっと、教室で遊んでてんけど、やけど、足はクラスで2番目ぐらいに速かったね。小3で8秒7とかやった。小3時代、小4、3、小4時代で8秒台でしたね。いや、小学生、いや、小学低学年の8秒台ってクソ速いよな。50メートル走ね。いや、でも今ってそうでもないんか。いや、100メートル8秒でそれ世界記録やんけ。あ、でも学校によるか。7秒とかも普通にいるやつおるん、お、いるとこいるか。でもうちの、でも学年合わせても8秒台ってほんと数えるぐらいしかおらんかったな。当時は。小学生の話やで、お前ら。たださ、なぜか小5ぐらいからブクブク太り始めて、いつの間にか、50メートル12秒台とかまで、で、落ちたんすよね。あ、なんかちょっと待って、また、充電が。小5ぐらいやな、ほんま太り始めたんが。あ、ごめん、ちゃうわ。違う、小学時代はなんだかんだで最後まで18秒台、遅くても9秒台とかやってんけど、だいたい平均が9秒後半ぐらいやってんな。小学生の時は。確か中1ぐらいで、いきなりそう、10秒台になったやん。いや、俺、今測ると多分何秒か分からんけど、まあ多分早いと思う、今やったら。今測ったら多分100秒、150メートル6秒台やろうな。確実に6秒台はいける。50メートル走ね。いや、いけると思う、多分。今度測ってみよう。で、YouTube に上げよう。足の速さってセンスやから、俺の妹の方でも早いね、俺。多分、足の速さってなんか遺伝とかセンスとかそういうタグじゃないかなと思うね。妹が確か小学生時代にね、もっと俺より速かったんだ。7秒とかだったんですよ。7秒後半とかだったんですよ。アホみたいに速くて、多分まあ遺伝っていうか、そういうなんか、もともと生まれ持ったポテンシャルだと思うんですよ、足の速さって。努力してる息子がうちの隣におるのにそんなこと言うの。いや別に、いや、そんな努力っていうのもあると思うけど、努力してもちろん速くなる分もあると思うけど、もちろんやっぱポテンシャルっていうかそれもあると思うよ、絶対に。妹二つ下やから、今年で22か。妹25ちゃう。
今年で22やないというね。これフリーですね。小学生の時低学年遅かったけどサッカー始めて早くなった。まあサッカーやってるやつ早いよな。でも俺サッカーなんか習ってるやつより早かったんですよ、ほんまに。小学生の時はね、サッカー習ってるやつよりも余裕で腹が早かったんですよ俺。何もしてないのに。あ、でもごめん、俺そんなこと言うけどあれや、ごめん、体操クラブみたいな通ってたわ。ほんまに一時だけ体操クラブみたいな通ってたな、小学校の放課後にやってる習い事的な体操部みたいな通ってて、でもやっぱそこでもやっぱ成績が良かったね。運動神経は良かったんですよ、もともと。いや、だから僕は小5、小6から、いや、知らんけど太り始めて。何や分からんけど太って、なんでかな分からん。俺も自分で覚えてない。まあ、体動かすの嫌いじゃないねんけど、まあでもそんなか、いつの間にかまあ普通のもうオタクになってたんですけど、まあでもやっぱ高校の時に覚醒っていうか、ある日突然なんか痩せようと思って、で1年間ほんまに頑張って、だから20キロ落としたんですよね、20キロ。20キロバコーンできなり落として、そっからもリバウンドなしで来てるから、まあ、なんかやっぱスポーツしたいな。何でもいいからスポーツしたいな、スポーツ。いや、今はでもちょっと、多分ちょっとだけね、前より太ったっていうか、一時72ぐらいから46まで落としてんけど、今多分55キロぐらいだと思う。ちなみに身長は170ないです。いや、マジ、ほんまに46落としたことある。落として、あの時はさすがにもう、親にも心配されて、あ、これうまいな。親とかにも心配されて、なんか俺自身なんかすごいなんか、なんていうか、痩せるいうか、もう本当になんか筋肉が、こけ落ちるみたいな感じの痩せ方やったから、さすがやばいな思って、ちょっと食うようになって、